私のファンでございますね。そうだよ。呼吸音が、呼吸音が出るな。手を伸ばすのも大変なんですよ。やばい玉だ。誰かブリーズライト。ではでは、もう一枚厄介な玉があると言っていましたね。スティーラー再び弓使いに使用したいと思います。こう太った猫なんか誰も見たくないでしょ。あら可愛いんじゃないの。一枚さあ、ご飯の量が増えそうです。どういうことだ、どういうことだ、今の今のどういうことだ。私何取られたの今。では今引かせてもらったマネーともう一枚ぐらいこう買い物をしようかな。マネー二枚からファットネスバレットとヤングスターを購入いたします。これでニコールを終了です。もぐもぐ何を食べた。食いながらやってるさ。恐ろしいやつが隣にいるの。よし、そうだな、カラリーナ、何でしょう。お前の恨み、俺を使って晴らさないか。ちょっと待って、お前裏切り者だって言われてるやつに何を言っているんだ。お前が裏切り者なら分かった。分かった上で言ってるのか。分かった上で言ってるのか。今ならファットネスバレットもつけますよ。おお、いいな。だが今の俺だと1回しか弾を撃つことはできないから、どっちか好きなのを選ぼう。そうだな、やっぱりお返するのが一番だろう。肥満弾をもらう。さあ、弓使い。ちょっと待って。ちょっと待って、考えな。遅くて早くてカラリーナを殺されちまうんだ。カラリーナに太った弓使いを見せてやりて、そっから殺したっていいじゃねえか。やめてよ。私太ったらもう何もないのよ。交渉の余地はない。ないのか。待って、本当に交渉の余地ない。お前そうやって女子的な言い回しでカラリーナを遠回しにフォローしているようで、実は笑ってたんだろ。太ってた人間の恨み、お前に晴らしてやる。さあ、お前が何を大事にするんだ。お前は何の執行者だ。しかもそれも本当に嫌。本当に嫌、いい言葉じゃねえか。もっと言わせてくれ。待って、じゃあこれあげるから。くれるの。そう、これを引っ込めてくれるなら。ちょっと見させてもらおう。別に悪いカードじゃないわよ。いいカードだな。でしょでしょ。バーン。待って、じゃあそれは交換よ。だってあなたはそれで1手番で取ったんだったら、これは打てないはずよ。そうだな。ああ、そうか。じゃあこれ返すか。嘘でしょ。本当に交渉の余地ねえ。なんかあるな。一生恨むからね。ヤオヤングスターを放つわ。おかしいな、声が太ってる。なんでもだ。カラリーナさん、今日のご飯何に出しますか。俺のターンは終了だ。何でも作れますよ。よし、俺のラーメン。ラーメン。いつもと変わんねえんだよ。変わんないんだ。俺はこういう時にきっちり締めてきたからな。お前がいるの。ドラッグを出るの。お役中と出るしかいねえじゃねえかよ。そんなことないよ、そんなことないよ。俺は武器商人になる。ショットガンとスナイパーライフル、これは同じ種類のカードだから同時に売っ払うことができる。ドルコストはそれぞれ2ずつ。ダメか。ちょっと薬に溺れてるあれ。もう一回同じことを言ってみる。あれ、ショットガンとスナイパーライフルだ。ガンじゃないぞ。俺は頭が悪かったな。
怒られて怒られるからちょっとくすべが決まりすぎてるんじゃないですかね。薬がやばい。逆にこう表向き冷静に見えるときは一番やばいっていうかな、薬はな、うん、俺は武器商人になる。薬中はショットガンを売ってマネーを2枚手に入れる。やっぱり1万なんていいんですか。やるマネーの方がいい。もうシンガンもついてる。でだ、俺はマネーでギャングスターを雇う。何考えてるんだろう。これで2コードだな。あともう1コードだな。そうだ、ドラゴンズってことな。よし。俺はそしたら場を流す。メリアンドリュー、交渉をしないか。ああ、俺は今ギャングスターがとても欲しい。お前がもし臆病者だというのなら、俺と何か交換でギャングスターをくれないか。分かった。隣のデイデイが撃ってきそうでとても怖いんだ。頼む。今雇った2枚のギャングスターを。2枚渡すあるか。進呈しよう。そうか。では隣になんか食べてるやつがいるぞ。もぐもぐしてるじゃねえ。じゃあ俺はもうあのデブになった女ともう1枚カードを渡そう。お前さっきまであんなに大事そうにしてたお前。交渉成立だ。俺の番は以上だ。ちょっと女を捨てた女はちょっとな。体重が少し増えたからっつってすぐに切り落とすんですか。結構少しって十分じゃねえだろ。おい、年中ラーメン読んだ。お前ひどいぞ。お前ほら、同じ人間なんだよ。同じ人間なんだからよ。アメトコね。なんだ。このギャングの二人で作り直さないあるか。ちょっとなんか正規マスカーを感じるわ。そうだな。そうだな。一度リセットした方がいいかもしれないな。でアメトコね、弾は持ってるあるか。俺と交渉するのか。そうある。ちょっと仲間が青じゃないと言い出したらちょっと交渉する相手を変えないとまずい気がしてきた。あれだがお前は見てるんだろ。見てる。あれそこを否定する意味はないんじゃないのか。あの裏切り者を排除するためにはアミカポンの武力が必要ある。ああ、そのために先ほどマシンガンを挙げた弾があれば倒しきれる。ある。そうだな。なので弾は一発いるあるか。ああ、なるほど。俺にくれるというわけか。そうある。そうだな、いいだろう。じゃあ俺はマネーと交換でどうだ。交換じゃなくていいやる。私はトランスポーター運び屋のカードを持っている。ある。このカードはライフ以外の手札1枚を相手に強制的に渡し、場から2コスト以下のカードを1枚拾う。ある。もし弾が少ないのであればこの弾をお前に渡す。ある。いいだろう。では私はこのトランスポーターでバレットをアミカポに渡す。ある。そして代わりにショットガンを手に入れる。ある。おい、何ある。いや、何ある。この風景、私はそしてマネー1枚を使ってギャングスターを購入する。ある。これで私の手番終了。ある。さて、さりげなく自分の武器を買いましたね。そうだな。さりげないのかはさておいて。そうだな。ちょっとマシンガンがない分ショットガンも欲しくなった。ある。さあ、そしてだ、カラリーナは本当に裏切り者なんだな。裏切り者だったよ。一応自制心は聞いてるみたいだな。そう、裏切り者、裏切り者だった。メリーアンドリーは臆病者なんだな。俺は臆病者だ。何を信じればいいんだ。俺は何を信じればいいんだ。味方だよ。心の中の正義を信じる。ある。味方だよ。だがいつまで悩んでいても仕方があるまい。俺はマシンガンを
カラリーナ、お前に突きつけよう。交渉の余地はないんですか？一度だけ交渉に応じてやろう。お前に3発の弾丸を叩き込む予定だ。さあ、お前はどうこの窮地を乗り越える？今夜のご飯はラードのフライにしてあげますよ。ドン。もう一発一発撃つのも煩わしい。お前に3発 AP バレットを込みでぶち込んでやる。 AP バレットはランダムでもう1枚捨てさせるカードだ。さあ、ギャングスターライフを3枚分、そして何かもう1枚ランダムで捨てろ。ギャングスターと出ましたよ、出してた。あ、弾いたんだよ。なんで防御力だ。そしてもう1枚ランダムでしたね。そうだ、あ、お前が選んだ。ではもう許してくれなさそうなシガーを捨てましょう。でも禁煙するとまた食べる量が増えるんですよね。あ、分かる、でしょ。あ、それ全然違う。全然聞いてて楽しくない女子トークだ。俺はフェイクマネーでヤングスターを購入しよう。どうしたの、アメカポネ。いまだかつてこれほど弓疲れがひどかったかいあろうか。じゃあ私はガンで太った猫さんを見ようと思います。猫花壇はゴビに似合ってつけるんですよ。余地はないよ。太った猫でいいの？太った猫いいでしょ。かわいいかわいい。もう今よりは良くなる気がしてきた。俺は今着々と弓使いがフラグを立てているようにしか見えない。どうやらこれでおしまいみたいだね。おー、裏切り者だったか。カブラッツィが勝手にみんな殺してくれると思ったんだけどな。にゃーそうだな。大事だな。そこ大事。じゃあ1枚もらうね。怖いよ、何が起きるんだこれから。あの、バレットとか火薬って甘いんですよ。へぇ、太っちゃうかな。何を食ってるんだこれ。じゃあ、ガンをもらう。ガンをもらいました。で、残りスティーラー、バレット、ハイテンションバレット、うん、そうすると、死んでない。死んでないよ。死んでないね。アミカポネ仲間でいいんだよね。ああ、俺はレッドライフだ。じゃあ、今手に入れた新しいガンで、あった。バレットをデイデイに撃ちました。撃ちました。おかしかった。いや、魔法が絶えず、あの、撃っちゃった。間延びした声の割に決断はある。ちょっとリズム狂うある。ギャングスターで受けるあるよ。私の出番は以上です。